旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のミーヤです。今回は香川県では外せない人気の絶景スポットをご紹介します。四国の北東に位置する香川県は人気の観光エリアです。温暖な気候と豊かな自然に恵まれた香川には年間を通じて様々な絶景が楽しめるスポットもたくさん存在しています。今回は香川観光では外せない人気の絶景スポットのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性も、お出かけの前に一度状況を確認することをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのは天空の鳥居です。天空の鳥居は SNS を中心に話題となり、若い観光客も多く訪れる人気のスポットです。鳥居のある高谷神社本宮は香川県内に24箇所ある縁起式内社の一つ。古くから信仰を集める格式の高い神社なんですよ。高谷神社本宮は標高404メートルの稲積山の頂上にあるので、稲積神社や稲積さんとも呼ばれています。ここから見る瀬戸内海は素晴らしく、まさに絶景です。平日だと車でも行けるのですが、参道は道幅も狭く車がすれ違うのも難しいほど。土日祝日はマイカー禁止ですので、シャトルバスを利用しましょう。本宮からは観音寺市内と美しい瀬戸内海が一望でき、眼下には日内灘や市街地が広がります。そのため本宮の鳥居は天空の鳥居として人気の観光スポットになりました。続いては銭形砂絵をご紹介します。銭形砂絵は名勝琴池公園の中にあります。寛永通宝の形に作られた砂絵が白い砂浜に描かれています。その大きさは東西122メートル、南北90メートルで、周囲が345メートルに及ぶほどの大きさなんです。当然に地上からの見学も楽しめますが、公園内にある展望台から見るのもグッド。どちらからでもくっきりと浮かび上がる戦火の模様が堪能できますよ。日が暮れた後の数時間後は砂絵が緑色にライトアップされます。ライトの色は時期によって変化し、金色や青色のレアカラーが見られます。銭形砂絵は観光スポットとして最近作られたように思われますが、実は江戸時代に作られたと言われています。金運や健康運が上昇するという言い伝えもあるんですよ。銭形砂絵の観光は琴池公園とセットで回ると一日中楽しめます。続いては寒霞渓をご紹介します。寒霞渓は瀬戸内海国立公園を代表する絶景が見られる景勝地の一つです。小豆島のほぼ中央にあって、様々な有名映画のロケ地にも使われています。約200万年という長きにわたって地殻変動、風化、侵食などの自然の力によって奇岩や大岩壁の美しい渓谷が作り上げられました。この自然が作り出した寒霞渓は日本三大渓谷美の一つでもあるんですよ。寒霞渓ロープウェイからは素晴らしい渓谷美と瀬戸内海の絶景が一緒に望めます。寒霞渓を見下ろす自然の大パノラマを満喫してください。深い渓谷にロープウェイがかかった人気の観光地。一年を通して山、海、空の美しい絶景が楽しめます。続いては法然池堰堤をご紹介します。法然池堰堤は現存している日本最古の石積み式マルチプルアーチダムです。低調 145.5m、低高 30.4m という巨大なコンクリート像のダムで、構造的に見ても歴史的な価値が高く、国の重要文化財にも指定されています。長い間雨風にさらされてきた堰堤は、ちょっと見たところ中世ヨーロッパの古城のような風格を備えています。満々と水をたたえた美しい水面と周囲の山並みが見事に調和して、四季折々に異なる絶景を見せてくれています。不定期ではありますが、夏の季節に行われるダムの水を放流するゆる抜きの風景は季節の風物詩となっています。多くの写真家が訪れる絶景スポットになっていますし、意外に多いダムファンには外せない観光スポットです。続いてのご紹介は、さぬき市野外音楽広場テアトロンです。さぬき市野外音楽広場テアトロンは四国で一番の規模を誇る野外劇場です。白石で作られたまるで神殿のようなテアトロンと、瀬戸内海国立公園の美しい自然を背景にして音楽や演劇などといった様々なイベントが楽しめます。階段上で半円形に作られた観客席は5000人を収容できる広さを誇ります。まるでギリシャ神殿のような古代風の柱が並ぶ景観は絶景のフォトスポットとしても人気なんですよ。特にイベントが開催されていない時
なら自由にテアトロンの中に入ることができますし、ステージの上に上がることもできます。ステージに上がった時はぜひ真ん中に立って手を叩いたり足を踏み鳴らしたりしてみてください。まるでスピーカー設備が完備されているような素晴らしい音響に驚くことでしょう。古代ギリシャにいると錯覚してしまうようなスケール感のある絶景は訪れる人々を圧倒するほどの迫力で迫ってきます。最後はコトヒラ宮をご紹介します。コトヒラ宮は中田戸郡コトヒラ町にあるコトピラさんの名で親しまれている神社です。主催神は大国主の神であり海の神様として熱い信仰の対象になっています。さらには五穀豊穣や商売繁盛のご利益があることでも有名ですね。1165年、あの最強の怨霊になって京の都を祟った崇徳天皇を祀ったことで一層真意を増して現在に至っています。表参道から御本宮まではコトピラ名物785段の石段があります。石段の始まりとなる門前町では香川名物の讃岐うどん店やお土産屋が立ち並んでいます。石段の113段目からは一の坂と呼ばれ、重要有形民族文化財に指定されている東明堂には夜道を明るく照らしてくれる灯籠が下げられています。そして琴平宮の総門となる大門を抜けると桜並木が連なっていて春の絶景を演出しています。お参りには結構長い道のりになるのですが、途中には素晴らしい名所やお社が点在していますので、ゆっくりと楽しみながら進んでいきましょう。汗を流しながらでも清らかな気持ちになって参拝できるのが琴平宮なんです。今回は香川県で行きたい絶景スポットをご紹介しました。いかがだったでしょうか。四国にある香川県は気候も温暖なため一年中様々な絶景が楽しめます。それでも季節によって見られる光景も異なりますので、訪れる時期を変えてリピートしてみるのもいいですね。どの絶景も記憶に残る素晴らしい景色ですので、ぜひ次のお休みには香川観光にお出かけくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。